ごい、何ここ。何かを発掘してるようだな。おい、脅かさないでくれよ。幽霊かと思ったぜ。やりね。気をつけてくれよ。馬には人、人には馬、落ち重なり落ち重なり、さばかり気深い谷一つを、平家の勢七万余りでぞ埋め尽くし、岩泉地を流し死骸の山となせり。平家物語第七巻、栗から落とし。以上。これはこれは、迷いの旅人がこんなところにたどり着くとはね。ここで何を。さて客人、この二つの穴は太陽と月を表していることをご存知か。そして琵琶の音色こそが星々の音を奏でていることをご存知か。この琵琶をかき鳴らせ、さすれば夜空の星まで呼び寄せる。何者だ。